これより森の大食漢ドスジャグラスのクエストを開始します。ドスジャグラスは黄色と緑の島を持ち、獲物を丸飲みする大食漢です。それではドスジャグラスを探し出し、時間内に狩猟してください。曲に合わせてリズムよく焼くのがコツですよ。上手に焼けました。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。
ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。こちら鋭い攻撃が得意な近接武器です。電気が溜まれば新切りを繰り出せます。モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。攻撃を回避してください。まともに食らわないように注意です。おそらく巣に帰って休むつもりです。